どうもこんにちは、私、長唄の会の責任者をやっております松永哲九郎です。どうぞよろしくお願いいたします。どうも、初めて長唄の会というものをご覧になるお客様ばかりだと思います。長唄の会というのは私、哲九郎が主催している長唄演奏会でございますが、なんと2013年から、
多分今32回ぐらいやってるわけでもですね、年に 3,4 回ずつやっててそういう回数になっております。1回の公演で長唄を4曲聴いていただこうという回でございます。まあ3曲ぐらいまであるんですが、4曲一人で弾くってのも面白いかなと思って、しかもこう盾がずっと私が一人で弾くわけで、一人で弾いて一人で歌うわけじゃないんですよ。一人でずっとまあ達者目線をやるってことですね。4曲やってる、まあそういう挑戦シリーズみたいな感じですけど、そう挑戦シリーズというよりはまあ自分の出来上がってるものをここでやってるわけでございますけれども、今日は初めてこう動画というものを撮っていただきましてですね、その長唄の回をまあ2時間あるんですけど、2時間はちょっと辛いでしょうからギュッとしまして、1時間弱にしましてこう放送させていただいてるわけなんでございます。それで今1曲聴いていただいたのは蓬莱ね。まあ蓬莱といって、まあ関西の551をこう思い浮かべる方はばかりかもしれませんけど、そうではなく蓬莱という曲、これはうららかなといういい曲でございましたな。蓬莱さんというところの、まあそれを遊郭にこう、まあ、見立ててという、まあ難しいんですけど、聴いていただいた感じはのどかな感じでいいですね。それでお笛が入るわけでございます。歌っていただいたのが半田正恵さん、それから私と鉄七で弾きました。2丁で1枚、これを独吟と申しますが、独吟で歌っていただいたということでございまして、まあ特色はですね、長唄はこう調子がある、長唄じゃなくても調子がある、本調子という調子があります。本調子っていうのは今日が体調が元気だということではなく、本調子という調子があるわけですね。これがね、これダン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 っていうのが本調子ね、これがダンダンダンが調子で、この蓬莱という曲は煮上がり本調子になってる、途中で煮上がりから本調子に変わるわけです。煮上がりっていうのは本調子の2は上がってるわけですね。2をこういうふうに上げるんじゃなくて、キーを上げるわけですね。 2の糸がこうなんですがね、これをまあ2音上がってるってわけで、ドンドントンテンがドントンテンになる、ドントンテン本調子がっていうの、ドントンテンからドントンテンにあるね、2が上がってるわけ。この2上がりから始まりまして、途中で本調子に変わる、その時に2を下げて本調子にするわけです。2を下げて本調子にするんですけれども、分かりやすくやればこういうふうに分かりやすくやれば、煮上がりから分かりやすくやればこうゆっくりこういうふうに下げてくれると、あ、今糸が下がってんだなってことがお分かりになりますが、そうじゃなくて一瞬にして下げるな、こういうふうにあったらハッ、このハッっていう息でもって今調子を煮上がりから本調子に変えてるわけでございます。これがね、難しいっちゃ難しいんですけど逆にゆっくりやったらもっと難しいんですけどね。でこういうふうに調子をキュッと変えてるわけです。これがだから意外に気づかないので、もう一回振り返ってみていただくと、あ、ここで手かけてます、その時に2を下げてるっていうことですね。煮上がりから本調子になる曲っていうのはなかなか珍しい曲でございます。という蓬莱を聴いていただきましたってこと。次に聴いていただくのは蔵前山でございます。蔵前山というのはこれは皆さんご存知の通りですよ。知らない、知らないかな。僕らの世代よか下の方は分かんないのかな。僕らはさ、もう蔵前山したらもうあれですよ、牛若丸ですよ。牛若丸ってのは義経の前ですよ。うんと子供の時、シャナ王とか牛若丸って言ってたね。で、まあ多分よ、牛若丸が10いくつぐらいの時じゃないですか。まあ、大体ね、大体ですよ。大体この感じ、あくまでも個人の感想ですから。その10いくつぐらいの時にね、3つぐらいの時に、これは 3つの時に蔵前山に預けられて、お稚児さんとして預けられて、そこでまあ修行しなさい、剣道修行してる、実はまあ源氏の子供だってことを言われてるわけですからね。それで強くなろうと思って剣術修行を天狗さんと、天狗さんに剣術修行を習ってるっていうのはなんとなく子供の時から知っているお話でございまして、そういうのがまあどれだけの方が知ってるか分かりませんから、そういうお話でございます。そのお話がそのまんまでございますよ。ね、蔵前山。
グダグダしてでしょ、ね、こういう感じでやってるんですよ。すいません本当に、でそのお話があって、僧正坊という、まあ、その天狗の親分がこう今日はここまでみたいな感じで修行をするというお話です。それからこの後に五条橋で弁慶と会ったり、勧進帳にまで行くわけでございます。で演奏とした時、まあ、大雑魔というやり方をしていますけれども、この一番若い頃の大雑魔、若い頃の大雑魔って難しいんですけれども、要はこう若さがある、あんまり立派じゃないっていう感じなんですよ。こっちの問題、こっちの問題なんですけどそういう感じで弾いてるわけですよ、ね、ですからその若い時に随分こう20代の時に随分こう蔵前間とかやらされたんです。若いんだから蔵前間バシバシ弾きなさい、ガンガン弾きなさい、若いんだから弾きなさい、若いんだから弾きなさいっていうふうに、言われて一生懸命やってました、僕同僚みんなね。でもその実はその若い時は技術もありませんし、若い時って若いって何って思ってるわけですよ。だって若いんだもん。若いのに若いの分かるわけないですよね。これ若いのが何で分かるかというと、年を取ったから若いのが分かるわけですよ ね。ですから今ね、今若い大雑魔を弾こうと思うとなんとなく分かるんですよ。できてるかどうか分かりませんけど、でその若い、なんとなく言わんとしてることは分かりますよね。その若い、年を取ってるから若い感じができるような気がするね。実際は老いておりますけれども若いのができるような気がする。だからこそ今蔵前間やってみようかというふうに思いまして、蔵前間を手掛けることにしました、ね、それが一つの理由、ですから少しこうなんか若々しさが出ればいいなということでございますね。もう一つは、お囃子さんがもちろん入ります、守備拍子が入ります。で今回ね、これもねまた同じなんですよ。お歌を一人で歌っていただきます、独吟で。ほんで三味線が僕が本で、上条氏を鉄六が弾きますね。このまあ何丁一枚でお囃子を入れる形っていうのはほとんどございません。せいぜい歌3人三味線3人ね、お囃子が入るときは大きな4人4人とか5人5人でも結構です。蔵前は3丁3枚とか4丁4枚ぐらいでやるんだと思うんですよ普通ね。それをまあこの大きさということもありますと、あと今回動画を撮るということでですね、それぐらいのサイズで聞いてもらったら、見てもらったらどうなのかなと思ったわけでございます。なんかそのどうかなと思ったんですよ。どうなんですよ。歌一人でしょ。三味線が本音が一人、上上司が一人で四拍子ですから、太鼓、大川、鼓、笛。舞台に7人乗っておりますけれども、全員が違うものをやってる、誰としてダブっていないという、全員がこう違うパートというか違う楽器というか違うポジションをやってて一曲になっているというのは、この、特に長唄の会でやっているこのメンバーの何て言うんですかね、まあ僕は仲がいいと思ってるんですけど、こうなんかこうチームワークといいますか、それがまあギュッとできて、そういう蔵前間、その若々しさが出たらいいなということで、蔵前間を演奏させていただくわけでございます。それでは蔵前間を聴いていただきます。よろしくお願いいたします。
Oh,
際の懐に抱えられ。Okay.
またもや怪しの焦点。